はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、知易圏の基本的な内容をお伝えしたいと思います。まあ、今回お話しする内容は、知易圏ってどういったものなのか、また知易圏の性質3つですね、不従性、随伴性、不可分性、このあたりを解説していこうと思います。まず知易圏ってどういった権利なのかというと、ある土地の便益のために他人の土地を利用する権利を言います。まあ、こうやって書かれると、すごく難しいんですよね。条文も、このような感じで書かれていて、すごく何を言ってるのかわからないような内容になっています。なので具体例を入れて解説していきます。例えば道があってですね、道の前に、土地が一つありました。でその奥に、土地がありましたと、2つ土地があるわけですね。でこの土地を利用するために、地域権これ設定をしたと仮定した場合、この土地っていうのは地域権を設定することによって、設定してもらうことによって、この土地の便益がアップするんですね。便益アップ、使い勝手が良くなるっていうのか、この土地にとってメリットになるといったイメージですね。ここの土地を通ることができるようになるので、この土地から見るとメリットがあります。一方でこっちの土地っていうのは奥の土地を使用している人がこれ通られることになるので、この土地で言うとデメリットですよね。こういった権利が地域権なんですよ。このある土地っていうのは用益地です。用益地、つまり地域権を設定することによってメリットを受ける土地の方です。一方でこっちの他人地、これは利用される側の土地なので、これはデメリットを受ける土地、これを省益地と言います。つまりメリットを受ける側の土地が用益地で、デメリットになる側の土地が省益地なんだということですね。で今回こちらの図は通行知易権を設定した場合を考えております。知易権というのは通行知易権だけじゃなくて、いろいろあるんですけども、もう一つ有名なところで言うと眺望知易権ですね。こういった海があって、ここに一つ目の土地があって、こっちにも土地がありましたといった場合に、ここの土地、今現状を海が見えるのですごくいい土地なんですけども、この海とこの用益地となるこの土地との間に土地があった場合、ここを買った人が高い建物バーン立っちゃうと、この土地の眺望が悪くなっちゃうんですよね。そうなってくるとちょっと嫌だなということで、ここに知易権設定してもらう、眺望知易権を設定してもらって、例えば、高さ10メートル以上の建物は建てないでくださいっていうふうに、約束するんですね。そうすると、10メートル以上の建物建ちませんので、眺望が確保されると、いうことになります。この場合、目の前に高い建物が建たないということでメリットになるこっちの地、これが用益地で、こっちは高い建物を建てることができなくなる、デメリットを受ける側の土地なんで省益地と、いうことになります。これが、知易権なんですね。で、知易権には3つの性質があります。不従性、随伴性、不可分性。まず不従性なんですけども、不従っていうのはどういったイメージかというと、大元にくっついているもの、これが従なんですね。従、主従関係で言ったら大元が主で、くっついてきているものが従じゃないですか。知易権は従なんですね。くっついてきているものなんです。何にくっついてきているかっていうと、この用益地にくっついてきてるんですよ。つまり知易権だけ、つまりこの従のこの知易権だけを単独で譲渡するっていうことはできないんですね。これが不従性です。でこの不従性っていう言葉は、保証だったり抵当権、こういったところでも出てくるんですね。これも主従関係があるんですよ。例えば保証であったら、主たる債務者、これが主の債務なんですね。主債務があって、保証債務っていうのはこの 主たる債務にくっついてきてるもんなんです。主たる債務がなかったらこの従ってないんですよね。この保証債務ってないわけです。つまり言い換えると、主たる債務者、つまり借金をした人が弁済をした、債権者にお金を返したら、この保証債務ってもういらないじゃないですか。だからこっちも消滅する、これが不従性なんですね。抵当権も考え方は一緒なんですね。ちょっと見にくくなるかもしれないんですけれども、例えば A さんが B さんにお金貸しましたよと、で B さん土地を持っていて、ここに抵当権設定しましたよと、こういった場合ですね。こういった場合、A さんは債権者じゃないですか。 A さん債権者でお金を貸したわけだから、貸金債権を持っています。貸金債権、これ非担保債権っていう言い方をするんですけども、非担保債権持っています。
で、お金返ってこなかった、貸したはいいけども返ってこなかったら債権者 A さん困るわけだから、その保証のために A さんは B さんが所有するこの土地に抵当権を設定してもらいました。でもし B さんが借りたお金を全額返したのであれば、この抵当権でもう必要ないですよね。つまりこの抵当権っていうのは非担保債権にくっついてきてるんです。この A さんが持っている債権、これにくっついてきてるんですね。今回 B さんは全額弁済したことによって非担保債権はもう消滅するじゃないですか。そうすることによって抵当権も一緒に消滅しちゃうよ。つまり抵当権が10なんですね。非担保債権、 A さんが持っていた非担保債権、つまり貸したお金を返してもらう権利、つまり貸金債権、こっちが主従関係で言ったら主なんですよ。でその主の非担保債権が消滅するのであれば、もうこの抵当権もいらないからくっついて消滅しちゃうんだよと、まあいうことですね。これが不従性です。で少し話が逸れちゃったんですけども、次随伴性ですね。随伴性っていうのは、これ随伴するって、まあ、一緒にっていう意味なんですよ。くっついてって言ったイメージじゃないですか。くっついている、つまり用益地を売却した場合、地益権も、移転するんだよってことです。この用益地所有者ありますよね。これを第三者に売却しました。そしたら第三者が地域権者になると、まあ、いうことなんですね。まあ、これが随伴性ですね。でこれも抵当権にもある性質なんですよ。抵当権にもある性質、例えば A さんがこれ非担保債権持ってましたよね。非担保債権持っていて、この非担保債権を債権譲渡した、 C さんに譲渡したとなってくると、この抵当権も実は第三者のためにこれ移転するんですよ。つまり第三者がこの抵当権を実行することができるようになるんですね。この非担保債権にくっついているので、非担保債権を A さんが第三者 C に譲渡したというのであれば、 C さんが抵当権者になるんだというのが随伴性です。まあ内容的には一緒ですね。一緒にくっついていくんだってことです。地域権も用益地とくっついていくんだといったイメージですね。で続いて不可分性ですね。ちょっと不可分性分かりづらいんですけども、2パターンに分けました。まず1つ目が用益地が分割された場合、まあこっちの図でいいんですけども、こう土地、用益地と所有地あって、用益地を分割したといった場合ですね。分割した場合、この各部のために地域権は存在します。つまりこっちにも地域権存在するし、こっちにも地域権存在するから、まあどっちの所有者もこれ通行できますよっていう話なんです。で省益地の方が分割された場合ですね。こっち側が分割されちゃったよって言った場合、各部の上、省益地の分割されたどっちにも地域権は存在するわけだから、どちらにも通行地域権が設定されていると、まあ、いうことになるんですね。まあ、この不可分っていう漢字から見てもらうと分かる通り、不可分って分けることができないということなんで、分割した時にこっちだけ地域権あって、こっちだけ地域権ないですよっていうのはないっていうことなんですね。どっちも存在するんだってことです、地域権が。まあ、これが不可分性です。まあ、今回不従性、随伴性、不可分性、お話したんですけど もう基本的な内容なんで、まあ、頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。まあ、出題の仕方についても、不従性であればこれ単独で譲渡できるみたいな形で書いて、罰とか、あと用益地売却した場合地域権は移転しないで罰だったりとか、用益地が分割された時一つの方だけ地域権設定されて、もう一つは地域権消滅するよとか、まあ、そのように書かれていたら罰だということですね。まあ、これ基本的な内容なんで、ぜひ頭に入れていただければと思います。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。